リーメンとのグッドモーニングを紹介したいと思います。カバから突っ込んで楽しめますね。こんにちは、ナオイです。今日はリーメンとのグッドモーニングを紹介したいと思います。リーメントから出てますね、はい、グデタマモーニング、うん、卵といえばやっぱ朝ごはんに、ね、によく出てくるってイメージありますよね。うん、いやでもやっぱりちょっと美味しそうだもんね。全8種類よし一つでーすこんな感じでいつも通りの袋にね入ってまして、リーメント塩です。はい、皆さんお待ちかねのガム、このガムが一つ入ってまーす。細かいな、今回も。細かいですな。お皿にも顔が。もう顔がね。これと。おにぎし。あ、たらこだ。たらこと、うん、ほうれん草。ちょっとおひたし。高菜じゃないですか、これ。高菜か、これ。お味噌汁。あ、味噌汁ね。卵をちょっと垂らしてるようなね。うん、お箸もこれちゃんとギザギザあるね。そう、ちゃんとね、滑り止めみたいなのが。ね、あるね。庶民派だね。うん、美味しそう。蕎麦屋の朝食みたいな。いいですね。感じですね。次のやつには雑誌がついてます。なるほど。かなりね、この人はね、健康に気を使ってますね。まずバナナ。Yes. これパワーが出ますよね。うんうん、形といえば。あ、もうあれじゃないの？ね、納豆さん。お納豆ですね。お、あもう頭から突っ込んでるんですよ。とうとうお尻を中心にしましたよ。そうなんですよ。いつか来るのではないだろうかと思っていたデザイン。こう入れてこうみたいな。え、どういうことこれ。卵2つ入ってる卵ドリンク。あ、あーよくあれ、よく生卵をね朝から飲むといいって。あ、そういう、え、ご飯なし。ご飯なしですね、これは。なんてこった、すごい、なんか健康セット。そう、次。あ、これはもう王道ですよ。ここに、ダーン、ご飯。はいはい、ご飯ね。次がもうキュートですね。よいパック。おー、生卵。お醤油。お醤油、卵かけご飯と。はい、卵かけご飯でーす。この卵の躍動感ってやっぱちょっといいよね。そう、動きがね、あるのはいいですよね。うん、はい。欲しかった。欲しかったやつ。これ一番狙ってました。ここに、レタスが。え？まああとはこのオレンジジュースですね。オレンジジュース、ほう。だー、きた、何これ。デラックスオムレツですね。オムレツ、デラックストマトオムレツです。あ、トマトソースだ、これがね、はい、いや、デブってるな。かなりデブってますよね。よいしょ、ブリン、あら、ブリンで、ちょっとトローンってなってる感じが ね、いいですね。これはね、可愛い系ですね。可愛い系、男の子も大好き。ダーン、ほう、あれじゃわかんないかな。フレンチトースト。ピンポーン。なるほど。これとろっとね。あ、とろりが乗ってんだ。とろりが乗ってストロベリー。ストロベリー。やっぱりね、フレンチトーストなんで飲み物もティー。あ、ティーね。あ、いいね。洋風なんだここは。そうなんですね。いいですね。いいですね。このペロッと食べちゃいますね。ね、朝からね。次はピンクのお皿、ぐでたまの顔つき。うんうん、あれ？卵サンド。卵サンド、ケーキかと思った。卵サンド、半熟なんですよ。おお、あ、本当だ本当だ。ここにコーヒーですね。コーヒー、コーヒー、美味しいね。これなんだろうな、トマトかな。ピッて付け合わせで。ミニトマト2つぐらいね。です。これね、これなんだ、喫茶店な感じなのかわからないけど。純喫茶のね。あ、ぐでたま新聞っていうね。ぐでたま新聞、ぐでたまようやくやる気を出すか。出さないね、うん、この感じ絶対。速報ですね、うん、卵肌の宣伝してる。あ、本当だ、 CM のね、うん、こういうのも宣伝ありますもんね。テレビ欄もあって、うん、卵はすごいね、ぐで玉旋風が巻き起こってますね、ここのテレビ欄は。で、反対側がプリキツ率各最高。あと2つですね、笹の葉ですね。あ、切ったやつね。これをピッと置きます。いいね、雰囲気出るね。朝から丁寧ですよね。あー、鮭、うん、鮭が乗ってで、大根おろしをちょんと。いやー、いいね。で、ここに、うん、添えられるぐでたまちゃんはなんと卵焼きです。だし巻き卵かな。一人なんか目がない、なんか目を隠して眠いんでしょうね。眠いんだ、朝起きて。眠って、うん、眠いんだね、朝だから。焼き鮭とだし巻きですね。なるほど。次、ラスト。ラスト、レタス。おー、レタス、パン。うわ、パン、ロールパンみたいな。そこにこんがり焼いた
ウインナー。はい。目玉焼き。双子だ。双子なんですよ。もうそのままですね。ね。美味しそう、全部。美味しそう。はい。じゃん。じゃばーん。こんな感じですね。全員集合すると。豪華な朝ごはんですね。いいですね。楽しめますね、はい、今回も。というわけで今日はリーメントのグデタマモーニングを紹介しました。皆さんもこの朝ごはん美味しそうとか思ったらコメントください。それでは皆様、さようなら。いいですね。なかなかね、凝った朝ごはんって食べられませんからね。はい、うん、確かに。はい、じゃあ毎回恒例の、ガム食べでーす。ガム食べって。前回ちょっとアップル味だったから、はいはい、意外と食べれましたけど、今回何味か。まあアップル味っぽいけどね。うん、青リンゴ。青リンゴ、うん、安定の、うん、やっぱりもうすごい匂う、すごい匂う、すごい匂う。そんな言うことか。この間鈴木奈々さんをなんか見てテレビで、あ、同じこと繰り返すの。すごい言うと思って。うーん、すごい匂う。なるほどね。言われた人はどういう気持ちになるのかなと思って、ちょっと今回試してみようと思ったんですけど、どうでしたか。嫌な気持ちです。え、嫌な気持ち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 ですよ、それは。嫌な気持ち、あー、はい、ちょっとやめてください。ちょっと本当にやめてください。アップはダメなの。そう、辛い、辛い。耐えられない。トゥ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 。何これ、何やらしてんの。全然やらすのはやらしといて、何も言ってくれへんから、どうしたらいいかわからんくなってるけど、なんか始めたから自分から勝手に。そう、リーメントのグデタマモーニングを紹介したいと思います。もう今日のマスはいいですね。マス、今年一番のマスいただきました。はい、それでは皆さん、さようなら。よし。